おはようございまっちょ。本日はピアノが下手な人の特徴。これはね、大変やるのに勇気がいる企画です。まあこのね、意味としては下手くそっていうのはあなたを侮辱してるわけではなく、僕が今まで経験した下手くそな時代、何をしてたかっていう特徴です。それをまあちょっとね、あるあるみたいな感じで、表現させてもらえたらなと思います。では早速練習中。あー、先生に言われたけん練習せんといけん。何から練習しようかな。まあとりあえずなんか弾きゃええやろ。あ、疲れた。お、フォルテ YouTube 出したらミントいけんわ、ミントいけん。携帯をすぐいじる。これね、共感する人いるんじゃないですか。パート2。あー、愛の夢でも練習しよう。あ、友達から LINE 来た。バカな写真送ってきやがったで。携帯の通知が見えるとこにある。これまたあるある。パート3。今日はマジで練習せんとさすがに先生にね、あの破門されちゃうからね。練習しよう。あって、喉が渇いた。あ、こういう夏の日にはね、麦茶。おいしい。よしよしよし、さすがに練習せんといけん。何の曲やっとったっけ。あ、黒鍵。あー、喉が渇いた。やべ、ちょっと麦茶以外が飲みたい。このコーラ飲みてえよな。あー、うまいな。あー、うまい。コーラってなんでこんなうまいんやろ。うまい。飲み物に誘惑、負けがち。これあるある。というわけでね、飲み物ってね、結構誘惑で負けやすい一つです。なんか難癖つけて喉渇いたって言ってしまいます。はい、パート4。あ、さすがに黒鍵練習せんと先生からね、もうこれ黒鍵すんなって言われてしまうけんね、やらんといけん。よしよし、待てよ。そういえば、なんか今日面白い金曜ロードショーするとか聞いたんだけど、映画見んといけん。あるある。これはね、結構皆さんやりがちな例です。好きなテレビ番組とかが被ってた時にね、どうしても見たくて、明日練習しようって言ってね、練習することを放棄しちゃいます。これはね、もう僕はもうものすごい昔怒られました。僕の幼少期っていうのはスマホがなかったんですね。スマホがなかった僕っていうのは YouTube っていう楽しみがありませんでした。そんな時僕はテレビが大好きだったんです。で、テレビが大好きだったんですけど、ね、ピアノの練習時間っていうのはやっぱ夜になるので、夕方とかね、学校から帰ってきてから面白いテレビのゴールデンタイムっていう時間なんですよ、テレビのね。そのゴールデンタイムと僕のピアノの練習時間が被って、いつも嫌だ嫌だ、練習したくないって言って逃げてました。まあこれもあるあるですね。パート5。さすがに練習せんといけん。先生に言われた黒鍵。あ、それをじゃあそのまま白鍵にしたらどうなるやろ。これを、ああ楽しい。同じ曲とかでもなんかいらんことしてしまってね、時間が過ぎてしまう。もうこれあるある。というわけでね、どんな感じかと言いますと、まあ僕とかでもよくやってたのがさ、例えばこれを、例えば一個この鍵盤を作っ、あのずらしてみるとか、もういろんなね、そういういらんことをね考えてしまって、
遊ぶっていう時間を作ってしまって、先生に言われてた練習が全然できなくて下手くそのまま。これ共感する方もしかしたらいるかもしれないですね。あるある。パート6、さすがに今日は黒鍵を練習する。あーでも待ってよ、木枯らしもそういうやりたくなったな。あーいいじゃんいいじゃん。そういやこの前友達がかっこいい曲を教えてくれたんだよな。楽譜あった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 。そうそう、革命革命、レボリューションレボリューション、革命だぜ。よいしょよいしょよいしょ。先生と約束した曲を全然やらずに新しい曲に目がいってしまって、もうほっちゃかしになる。あるある。これね、もうよくありがちな例ですよね。例えばね、友達がちょっと学校とかで弾いてくれた一瞬でからね、その曲が弾きたくなって全く練習しなくなってしまうっていう感じです。もうこれはね、しょうがない、しょうがないんですよ。もう正直だってね、その時にかっこいいと思って弾きたいんだから、先生に言われたことなんかどうでもええってなってどうでもええは言い過ぎちゃったけど、ほんまにそのぐらいなってしまうの。あるある。パート7、よし、さすがに黒鍵練習しよう。さすがにな、さすがに黒鍵練習せんってのは先生に怒られるけどね。よしよし。ご飯よ。あ、なに、ご飯よ。なに、ご飯、練習中にご飯の時間がやってきてしまいました。どうしよう、ご飯食べたい。待って待って、あともうちょっと練習。ご飯、わかった、ご飯食べてきます。あれから3時間経ってしまったご飯食べた後にな、結局映画見てしまったんだよな。やっぱな、今日はもう夜11時近いし、あと10分引いて終わろ。あら、もう今日やらんといけん練習時間がもう限界尽きてしまった。夜11時になったらオレンジピアノ弾いとったらクレームが来る。はい、そんな感じで練習をできなくなってしまいました。よし、こうなったら明日の朝、朝から起きて練習頑張るぞ。明日朝6時に起きて2時間の練習していけば、昨日のやってない分はチャラになる。次の日、やべえな、結局寝すぎてしまって、もう学校行くまでは3分しかね。でも3分でも弾くだけでいいか。友達が迎えに来てしまった。学校に行ってきます。あるある。皆さん、このような感じで、いろんな理由をつけて練習をしなくなる、これもあるあるだと思うんですけども、まあこれはね、やっぱ特にピアノが下手くそだった自分を考えてみたんです。過去僕はあんまり賞とかも取れず、別に目立つような上手さとかではありませんでした。そんなね、もううわすごいみたいな感じの生徒ではなくて、まあ普通の感じだったんですけども、まあこれを下手と言うならば、このような感じで全然練習すらしてませんでしたね。まあしてた時もあったんだけど、下手な時っていうのはやっぱこういう感じで、もうやっぱね、全くピアノに向き合う時間を無理やり避けてました。まあそういうことをしてると、まあ下手くそになってしまう可能性があるよっていうね、どちらかといったらこのね、警鐘の動画です。皆様、お気をつけて練習して上手になってください。まあこのようなことばっかりしてると、将来もしかしたら後悔する時があるかもしれません。僕ももっと昔ピアノ弾いとけばなとか思う時もあります。まあめちゃくちゃ弾いてたんですけど、弾いてない時はこんな感じでよく遊んでたので、もうこのね、遊んでた時間もピアノ弾いてたらもっと今もうこんな感じになってるなとか、すごいね、後悔はするとこはあるんですけど、まあね、それはね、将来気づくので、今のうちから少しずつ頑張ってみてください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。というわけで、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してって。なんだらち
ロクシテルゴリマッチョブスマッチョマッチョマッチョマッスルボーマッチョ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 